デカデカどうも、うん、さてと皆様お待たせいたしました。テストも終わったということで質問コーナーやっていきましょうか。質問ね募集したんですけども、まあ最高でも30個くらい来るかなとか思ってたんですけども、本当に予想を超えて200件以上のねコメントが来て、本当にね驚き桃の木山椒の木でした。ありがとうございます。それじゃあやっていこう。今日はねパキ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 一気にやっていくから真面目にいくぜ。真面目なのあんたが似合わんわい。こんなこと言うのもなんなんですけど、俺もそう思ってました。なんで今回もやっぱり適当に行くぜ、イエイ。ほぼですか？違うわ。お魚ですか？違うわ。チャンネル登録者数は何人を目指してますか？とりあえず、1万人目標にしてます。これからも頑張るよ。テラフォーマーズで誰が好き？小町館長。学校では動画と裏表並みに違うんですか？学校ではめっちゃ静かです。嫌いな教科と好きな教科教えてください。好きな教科は一教科もなくて、嫌いな教科は、全部。身長を伸ばすにはどうすればいい？牛乳を飲みなさい。うんこが出ません。どうすればいいですか？牛乳を。彼女いたことある？まあないだろうけどね。やかましいわ。こないだまでいたからね、言っとくけど。ラズベリー杉本が。絶賛募集中ですので、Twitter の DM からどうぞよろしくお願いします。童貞ですか？そんなわけねえだろ。あいつの毒が童貞だ。でも、それはいると、童貞だな。やかましいわ。お前ら、いい加減にしろよ、さっきから。まあ別にいいけどね。別に、そんな全くもって気にしてねえし。正直別に、一生童貞でも全然大丈夫だし。全然そういうの関係ないからね。全然気にしてないから。将来の夢を教えてください。童貞卒業。うんこ漏らしたことは？あります。自分が出せる最高の高い声を出してください。ああ、行っちまえ。行って捕まっちまえ。うん、妹さんに何回関係ありましたか？某イケメン社長の登録者数と同じくらい。クラスにいるうざいやつがムードメーカーだったらどうしますか？陰でディスります。童貞のメリットは何ですか？いや、ねえよ。一つもねえよ。アオビがあります。何を想像しますか？まあ、デカデカよりザワザワの方がいいと思う。やってみて。ザワザワ、どうもザッチです。気持ち悪いわ。身長何センチですか？何？聞いてなかったんだけど。好きな異性のタイプを教えて。静かな人がいいです。歴史上で一番好きな人物は？これはもう完全にフランシスコ・ザビエルだね。ツルッツル。彼女に食らいました。どうしたらいいですか？こういう時はこうしてあげましょう。話ってなんだい？ガチャピンコ。ごめんなさい、解かれましょう。アルマジロダイナマイト。よく聴く曲は何ですか？最近はもうずっとね、シムのニューアルバムのね、ザ・ビューティフル・ピーポー聴いてます。本日好きな人がいるんですが、告白した方がいいと思いますか？当たってくるけどだ、告白するんだ。まあ俺はしないけど。今これ大事に関わるんです。そういう時はこうすればいいんだ。おい、お前何やってんだよ。アルマジロダイナマイト。好きなアニメありますか？ダークバトル系が好きなんで、赤目がキルとかブラックブレッドとか、そこら辺のアニメが好きです。既読無視されました。まあ、電動マッサージ機とかいいんじゃないですか？俺今年受験生なんですけど、おすすめの勉強方法を教えてください。おすすめの勉強方法はもうひたすら音楽聴きながら勉強することっすね。あ、でも歌わないように注意しましょう。好きな人にアピールするにはどうすればいいですか？ちなみに他クラスです。その好きな子がいるクラスに行って、その好きな子がいるクラスにいる友達と何か話したりしてた、なんかあの人なんかいつも来てるなみたいな感じになって、あれちょっとあの人いいんじゃねみたいな感じになって、すいませんみたいな感じになって、で、あ、はい、はい、何ですかみたいな感じになって、よっしゃ、あの子と話したみたいな感じになって、付き合いましょうって感じになって、あ、もちろんいいですよって感じになって、それで大丈夫なんじゃないですかね。人格死んだ、どうしよう。俺も死んだ、安心しな。友達の作り方教えてください、お願いします。とりあえず下ネタぶっ込んどけば、こいつ面白いやつだなみたいな感じになって仲良くなるんじゃないでしょうか。自分の自分に名前つけて。サオッチとかってどうすかね。サオッチ、障害いつまで続けますか？飽きたらやめると思うんですけどね。ナンバーしてください、ナンバーしてください、教えてください。しょうがねえな、教えてやるよ。へい彼女、俺の肉棒しゃぶだね。なんで YouTube 始めたんですか？なんとなくっすね。ビートボックスをバチでやってください。すいませんでしたー。動画投稿したい、でも友達、親の目線ができない。動画の内容にもよるけど、でもやっぱり本当にやりたいんだったら、もうそういう人の目とか気にせずにやった方がいいと思います。世界中の人が男だけだったらどうなりますか？あっちこっちでが繰り広げられて、もうみんなが大洪水ですよ。黙ってな、黒歴史、恥ずかしい思い出教えてくれ。黒歴史、恥ずかしい思い出ね。いや、これだわ。はい、ということで質問コーナー、今回はここら辺で終わらせていただきます。選ばれた選ばれなかった関係なく、質問を書いてくださった皆様本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。 See you!